はいこんにちはこんばんはマサトですメクトパンフレーテですね今日は日曜日三時半を過ぎようとしていますはい今日は日曜日僕先生の方からえっとエズケル書ですねエズケル書からクト葉が力強く語られましたけどはい。 では、えー、今日は漱石、えー、実証ですね、えーを。を見ていきたいと思います。まあ漱石実証、えー。これは、えー。えー、漱石実証ですね。はい。えーえー、っとこ、えー、これは。漱石実証。これは、ノアの息子、セム、ハム、ヤペテの歴史である。 大洪水の地に彼らに子供たちが生まれた。ヤペテの子孫はゴメルマ、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、ティラ,ラス。ゴメンの子孫はアシュケナツ、リフ,リファテ、トガルマ。ヤワンの子孫はエリ,シエリシャ、タルシュシュ、キティムジ、ドダムジ。 これから海沿いの国々が分かれ出ててその地表により種族ごとにそれぞれ国々の国語があったハムの子孫はクシュミツライムプテカナンクシュの子孫はゼバハ,ハビーラサブタラマザブテカラマの子孫はシェバデダンクシュはニム,ニムロデを生んだニム,ロデは非常ニムロデは地上で最初の権力者となった 彼は主のおかげで力ある漁師になったので主のおかげで、えー、力ある漁師ニム・ロデのようだと言われるようになった。彼の多くの始めはバ,バベル、エレク、アカデであって、みんな死ぬの地にあった。その地から彼はアシェルに進出し、ニネベ、レホーボテ、イル・ケラフ、およびニネベとケラフ、 ケラフトの間の線を立てたそれは。それは大きな町であった。えー、ミツライムはルデジン、アミナムジン、レハビムジン、ナフトムジン、バテロスジンカ、カスリヒムジン、これらがペルシテジンんこれら、これらからペルシテジンが出た。カフトリジンを生んだ。カナンは長子シ,シドン、経て、 エブジジン、エムルジン、ゲルガズジン、ヒビジン、アルキジン、シュニジン、アルワディアジン、シェマルジン、ハマデジンを生んだ、その後カラン人の勝部族が分かれてた。えー、それでカラン人の領土はシドンからゲランに向かってガザに至り、ソドム、ゴモラ、アデマ、ツポイムに向かって列車にまで及んだ。 以上がその種族その国語ごとにその地方その国により示したハムネスンであるはいえー、ちょっとここでちょっと休憩をいたします、えー、なかなか横文字のあれで、えー、なかなか見づらいですね私も発音が、えー、なかなか難しいですね「寝深ぜ寝ざる」ざるとかいろいろえー 小学校の時かなちょっと脱線しますけど4年か後年、ねえー、立って発音する時東大がぐるりぐるりっていうのをうまく発音できずに立たされた記憶がありますね立,たさ立ったままかなそういうもうだいぶ60年50年以上前の記憶です,ですけど今でもなかなか口がうまく発、えー、音かなきれ、うんえー、く発音できないですね。 はいちょっと脱線しましたけど、えー、次21節からですね、えー、セムにも子が生まれたセムはエベルのすべての子孫の先祖であってヤペテの兄であったセムの子孫はエラムアシェルアルパクシャデルデアラムアラムの子孫はウつフル・ゲテルマッシュアルパクシャデはシャラクミ、みシャラクはエベルを産んだ。 エブルには二人の男の子が生まれ、一人の名はペレグであった。カイの時代に違う分け、分けられたからである。もう一人の兄弟の名はヨクタン。ヨクタンはアル・モダテ、シェレフ、ハツアル・マベテ、エラフ、ハドラム、ウザル・ディクラ、オバル・アビ・マエル、シェバ、オフィル・ハビ,ハビラヨ、ヨバブを生んだ。これはみんなヨクタンの子孫であった。 彼らの定住地はメッシュからセフィリに及ぶ東の高原地帯であった。以上はそれぞれ種族国語地方国ごとに示した専務の子孫である。以上がその国々にいるノアの子孫の小種族の家系である。大洪水の地にこれから諸国の民が地上に分かれ出たのであった。はい、感謝いたします。 あとこの聖書を読んで全く聖書と関係ないですけど家系ですねまあ関係ないってことはないですけど、えー、ル以前映画で「ルーツ」という映画が生まれましたけど、えー、このアダムからイエス・キリストまでのそういう系図がありますけど、えー、なかなか私も家系ですねなかなか。えー 今生きてるということはふと思いますけどちょ、えー、っとアダムの時からということで私は残念ながら言葉は言いませんけど、えー、そういうことを思いさせる時でした今日は日曜日ですねえー、なかなか体調が優れませんけど、えー、どうしてかなという思い <laughs> いろいろ台風15が過ぎましたけど夏休みも終わりましたですね、えー、創世紀10章ですねいいろいろ えー、ノアの子孫からあ3人からやっぱいいハムセム、やっぱり手がもう覚うえできるかなはいそんな感じで今日は、えー、なかなか、えー、この横横横波の感じですねそれぞれのかけルーツを思い出せますけど私自身も、まあ、生きてるということはそのけ続いてるということですね、えー、私のには子供はいませんけど、まあ、残念ですけどそれはちょっと。 余談ですけど今日のまとめでこの特に書籍実証ですねこれを覚えていきたいと思います特にこれは一節、ノアの息子セム・ハム・ヤペテの歴史である大洪水のちに彼らに子供たちが生まれたあめ感謝です今週も始まりましたマートです えー、今日は少しゆっくり、えー、日曜日の午後ゆっくりしてますけど普段は本当に一節、えー、一分も足らずにですね今日は、えー、感謝してこの「創世記辞書」を読むことができまして御言葉と感謝いたします。えー、今週も主と共に歩む幸い 恵みを覚えていきたいと思います。マスターとです。マスタートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします。次回のメクトマンフレーテでお会いいたしましょう。マスタートでした仕上げネスパッションプレジュー。シャロム、シャロム、シャロム。